ピベテアウサウルスは北フランス、カルバドス県にあるマールヌ・ドゥ・ディー・バソーのジュラキ中期の地層から発見された部分的な頭骨で知られる獣脚類恐竜の属の一つである。ホロタイプピベテアウサウルスのタイプ標本となった部分的な脳箱の化石は最初1923年に古生物学者ジャン・ピベ島によりイラストと写真で記載された。 この脳箱は大型のアロサウルスのものに匹敵し、アルゼンチンで発見された、別のメガロサウルス類のピアトニツキーサウルスのものに似ている。ピベ島はこの部分的な頭骨と以前に同じ地域で発見され、フランスの博物学者ジョルジュキュビエによって記載されていた他の標本と一緒にした。1861年にイギリスの古生物学者、 リチャード・オーウェンはこれら断片をストレプトスポンディルスの一種、ストレプトスパンティラス・クービリーのものとし、ピベトーは自身の発見した頭骨を同じ種に含めた。MNHN1920 か7は地域の収集家デュタックにより、フランス、ノルマンディーのディーベス近くのバッシュのイスアの崖にあるオックスフォード海の地層で発見されたと考えられ、1920年にアマチュア実質研 後にこの岩石はより古いものと再評価された。復元図、MNHN1920 から7は1964年に、アリック・ウォーカーによりオルニトスクスの研究と、カルノサウルス類の進化についての研究の一部として、再評価が行われた。ウォーカーは、MNHN1920 から7をこの標本を、ホロタイプとする、エウストリプトスポンディルス属の新種 E ダイブゼンシス。 とした。キュビエによって記載された他の断片的な化石及び応援により、エスクービリーのものとされた化石も、便宜上こちらに移されたもののウォーカーは、新種イダイブゼンシスとする確信がなかった。この種は1977年にフィリップ・タケとサミュエル・ウェルズにより、ピベ島にちなんで命名された、独自除くピベタウサウルスに分類された。 タケトウェルズはウォーカーが便宜上で頭骨と関連させた頭骨以外の化石をこの種から除外した。後に、グレゴリー・ポールは脳箱をプロケラトサウルスの一種とみなしたが他の研究者からはこの説は拒絶されている。脳箱は明らかに独特であるものの化石は限定的で分類は容易ではない。この化石はケラトサウルス、エウストレプトスポンディルス、 プロケラトサウルスのものと比較され、何度も、後者二族の一種と解釈された。ピベテアウサウルスは、最初、化石があまりにも断片的なため独自の新たなトガとすることが望めない、ため、便宜上メガロサウルス化に属しとみなされた。トーマス・ホルツラでは、系統解析に含まれなかったものの、不定のテタヌラ類とみなさた。最初の系統解析は2010年に、 ベンソンより行われた。ベンソンは正確な位置づけはできなかったものの、ピベテアウサウルスが常にメガロサウリドのクレードとグループをなし、このトガに属している可能性が高いという結果を得た。ありがとうございます。